今回作成した車は、日産チェリーです。子供の頃実家にあった昭和の車です。小さい頃父親がいろんなところに連れて行ってくれました。エンジンは横置きの 1400cc で駆動方式は FF です。リアシートを倒すと広い荷室空間になりました。ノーマルマフラーでも独特の排気音で、家にいても父親が仕事から帰ってくるのがわかりました。プラモデルのサイズのカーモデルをプリントしたかったので、価格はそれほど高くないけどちょっと大きめのサイズをプリントできる 3D プリンターを買いました。ところが大きいモデルはサポートを増やさないといけなかったようで何度も失敗しました。原因不明のエラーもありましたが、STL ファイルのデータのエラーが原因かもしれません。私が所有しているフィラメントタイプの 3D プリンターも大きなものは印刷できないので、2つに分割して合わせ目の処理が大変でした。一発でプリントできると合わせ目の処理がない分すごい楽ですが、その代わりレジンの消費量もすごいです。塗装前にスポンジヤスリで簡単に表面処理をしていますが、研ぎ出しはしていないので表面はデコボコの柚子肌状態です。密着論がないと塗装が剥げます。グレーサフの後に黒鉄色で塗装して、その上にクリアーグリーンで塗装しました。ヘッドライトとテールランプの透明度は高くないですが、反射板を後ろに取り付けてみました。ちょっと太いかもしれませんが 3mm のプラ棒を使ってホイールを取り付けました。一応回転します。ブレーキがディスクかドラムか覚えていませんが、どうせ見えないと思ってモデル化しませんでした。ナンバープレートのデカールを貼りました。20年以上前にコロラド州で自分で車検を通した時のナンバーで、実家にあったチェリーのナンバーとは無関係です。その後写真を探したら実家にあったチェリーのナンバーが判明したので作り直したいです。ワイパーのエッチングパーツがあったので付けてみました。これが超絶難しかったです。瞬間接着剤が全然瞬間じゃなくてなかなか位置が決まりませんでした。指にワイパーがくっついたりと15分格闘しました。接着剤でボディもワイパーも汚くなってしまいました。エッチングパーツではなく、3D データにワイパーもモデル化しておけばよかったかもしれません。この辺で完成にしました。この後プラケースに入れて実家に持っていきたいと思います。手前のトミカは実車用の塗料でボディを塗装してあるので、当時の実車の色がわかる貴重な資料です。こうして比較してみると同じメタリックグリーンでも残念ながら実車の色は再現できませんでした。3D データは新規バースで共有していますので興味がある人はプリントしてみてください。